こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃ、今日はね、天気いいんで屋上に。そうですね。やってきました。ね、せっかくね、屋上に来たんで、ゲームしたいなと。でもらうのは、謎々です。謎々ですか。謎々です。謎々日和です。そうだね。はい、そっちに座っちゃうと、圧勝しちゃうんで。はい、あ、そういうことか。はい、ちょっと今日は、今日二人の実力みたいな。そうですね。謎々はあんまり得意じゃないですね。はい、いや、面白くなりそう。何問くらいある。思いません。了解しました。はい。はい、じゃあ、それでいきましょう。よし。はい、3匹の動物を連れて鬼退治をした桃太郎。さて、桃太郎が最初に出会ったのは誰？なるほど。はい、どうぞ。犬。ブブー。はいはいはい、はいはい、おばあさん。はい、正解。てる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 。そういうことですよ、じゅんさん。じゅんさん、まあまあ、まずはね、まあ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 、でも家来だったら多分絶対犬が最初かな。はい、犬にあって、で山行って猿 で山の方登ってって記事。お酒は20歳、タバコも20歳、車に乗れるのは何歳かな？はい、はい、0歳。正解。テリテリテリ。あ、俺勝てん気がする。あ、俺勝てん気がする。ちょっとジュンさんの弱点を初めて発見した気がする。そんなことない。ちょ、次行こう。次行きましょう。0歳。いや、ジュンさん負けちゃうのかな。まだでもあと3問でしょ。そうですね。いけるいける。つよし君のお父さんには5人の子供がいます。一郎、二郎、三郎、四郎。さて、もう一人の名前は？え、はい、マジ？さん、つよし。正解。つよし君のお父さんには子供が5人いて、一郎、二郎、三郎、四郎。うわ、ジュンさんもうまずストレート負けしました。違う違う、でも今何時？難問ですね。じゃあ、わかりました。多分あってる。正解。いや、これは俺ダメかもしれない。そうか、自分意外と謎々の一問。あと一問最弱じゃん。ジュンさんもう、あの、いいよ、問題出した瞬間答えないと。じゃあ考えてるじゃん。めっちゃ考えてる。じゃあいきます。はい。3メートルの鎖にライオンがつながれています。そのライオンは何メートル先までの草を食べることができるでしょうか？3メートルの鎖だよね。流れてる。え？分かんない。ちょっとチャンスです。いや、チャンスなんだけど。3メートルの鎖だよね。はい。あ、はいはい。ゼロ。何ですか？すぐそこにあるから、草が。あ、はい。肉食だから食べない。正解。ゼロ。はずっ。はずっ。じゃあ次行こう。ごほんとりましたよ。あの、ストレート負けです。分かる。もしかしたらキャロが強いんじゃないですかね。俺は確かに弱い。俺は確かにひどかったけど。これはビビるっすね。え、まだある。いっぱいある。奈良の大仏と鎌倉の大仏はどちらが先に立ったでしょうか？ってない。じゃあ、潤さんの弱点発見しちゃった。いや、別にこんなん弱点のうち変えないけど。なんかをかけて勝負するとき、謎謎で勝負したら勝てそう。確かに。まあ、俺断るけどね。弟に2つあって、妹に1つしかないものとは何でしょう？いや、いい問題出すな。うん、はい。はい。お、正解。大きな荷物を抱えたお年寄りがバスに乗ってきました。でも、誰も席を譲りません。なぜ？潤さん。バスの運転手だ。違います。うわ、はい、ちょっと待って。これチャンスっすよ。ちょっとやっと、やっと。はい。はい。荷物がでかすぎた。違います。どうぞ。上に乗ってきた。全然違います。はい、どうぞ。空席だらけだ。正解。皆さんも消しゴムかけた方がいいです。あ、そうだね。雑巾だけどな。10人乗りの大きなエレベーターが故障して2階から落ちてしまいました。でも怪我人はいませんでした。なぜ？はい、はい、どうぞ。2階が1階。はい。誰も乗っていない。正解。次行こう。次行きます。カメ、うん、とラクダとサイが買い物をしています。うん、何を買うんでしょうか？カメとラクダとサイが買い物をしています。いいですか？うん、どうぞ。俺の勝ちだな。はい、カメラください。
ボロ負けですよ。よっしゃカメラください。書いただけ。カメとラクダとさえ書いただけ。たまたま当たった感すごい、その書いて。いや本当に良かったっす。楽しかった。はい、楽しかったっす。すごい楽しかった。手も足も出なくて乾杯するとこだったけど。もういやもう乾杯ですよ。はいはいです。良かったです。でもなんか僕が最後答えれたからすごい良かったです。終わり良ければ全て良しなんで。そうです。キャロ君も最強です。確かに、はい。意外と答えられてびっくりした。いや本当ですね。次回山田君とキャロ君の対決できます。ああ。まあということで次回はキャロさん VS 山田で。おお。はい、頂上決戦。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ。